東京駅八重洲口から徒歩4分のところにある八重洲石川テラスに来ています。午後8時までの営業なんですが、特別に閉店後の店内からお伝えしています。こちらのお店では天井に石川県産の杉の木を使用し、和傘をモチーフにした装飾や、こちらの壁わかりますか、石川という文字見えたでしょうか。こうした遊び心にもあふれた店内となっています。店内は広い作りになっていて、石川県の地元グルメや輪島塗りなどの伝統工芸品およそ1000点の商品が販売されています。また能登復興応援コーナーが設けられていて、営業が再開できていない旅館の名物のお土産や輪島塗りなどの工芸品がこちらで販売展示されています。石川県のアンテナショップは今年3月に銀座からこちらに移転し、連日多くのお客さんが訪れているということで、今日も多くのお客さんが訪れて閉店時間近くまでにぎわっていました。さあ、ここからは地元のが被災にあった中能登町出身の岡島さんにお話を聞いていきます。こちらで働いているということなんですが、はい、岡島さん、この4ヶ月どのような思いですか。被災した当時はとてもショックでしたが、復興の兆しを感じるニュースがたくさん流れてきて、とても早く感じる4ヶ月でした。その4ヶ月なんですけど、このアンテナショップに来るお客さんにはどういった思いで商品手に取っていただきたいとかありますか。はい、復興まではまだ時間がかかりますので、ぜひ足を運んでいただいて買って応援をしてほしいです。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。また先月末からこちら開催されているのが、能登半島エリアにある被災した酒蔵を支援しようと、1本購入につき200円が被災した酒蔵に寄付されるというものです。さあ、都内からでもできる復興支援としてこちらのショップ寄ってみてはいかがでしょうか。以上、中継でお伝えしました。